ガシチンは、中華人民共和国の政治家であり、毛沢東の三番目の妻である。毛沢東と、ヨシコチンキヨシの戦闘2年8月17日、厚生省吉安府英新県で生まれた。兄のが里志学、妹のがいも中国共産党の革命家であり、三人、合わせて英新三話と称された。幼い頃には、国際福音宣教会が運営する。 栄新女子学校に通っていた。1927年5月に中国共産党に入党し、英信県委員会委員、女性部長、青年団委員会初期となった。4.12事件の後、兄のが佐藤志学に同行して、成功山に向かい、塩分祭や王佐が気づいた際に隠れて、国民党の追舞から逃れた。毛沢東が成功山に行った後は、 塩分祭の命により、毛沢東の傍らで働くことになった。1928年5月に毛沢東と結婚した。1931年、中華ソビエト共和国政府の機密課長に就任した。1934年に、皇軍の調整に参加した。その途中、総務級の妻をかばって頭、背中、肺に砲弾の破片を受けた。 1937年初頭、中国共産党中央委員会と中央軍事委員会は延安に移り、吉子コは毛沢東と共に延安に到着した。その後、高日軍政大学に学生として入学したが、ストレス、栄養失調、気候の不調、貧血のため、ある日学校のトイレで倒れ、すぐに休学して病気の療養に当たった。吉シコの療養中、 タクト斗は、延安を長期取材中のアメリカ人ジャーナリストのアグネススメドレーが持ち込んだ社交ダンスに熱中していたことから、二人の間に誤解が生まれ、関係に亀裂が生じた。最終的に、ヨシコチンは、スメドレーの自宅に殴り込み、通訳のゴリリと衝突した。その後すぐに、ヨシコチンは妊娠したが、子供が多すぎてこれ以上産みたくなかったため、 上海に行って中絶することを計画した。1937年10月、延安を離れて西安へ向かった。しかし、西安に到着すると、上海は日本軍に占領されていたため、上海行きの計画は叶わなくなった。11月、欧米、後生、陳軍がモスクワから新疆乱州、西安を経由して沿岸に飛んだ。 ヨシコチンはそれに触発されて、車で西安から蘭州へ行った。中国共産党蘭州事務所の所長のシャカクヤは、ヨシコチンにノベアスに戻るよう説得したが、ヨシコチンは、モスクワへ行くと主張した。1938年、ヨシコチンは、ソビエト連邦に渡り、東方勤労者共産大学に留学した。この間、体内に残った砲弾の破片の摘出を受けようと、したが、 ソ連の医師は、破片の摘出ができないことを確認した。卒業後もソ連に留まり、国際児童院の東洋部に勤務した。娘が、重病になり、所属長と抗論になった時、当時コミンテルンの東洋部長だった王明は、ヨシコチンを精神病院に強制入院させるよう、指示した。1947年、大歌賞とラヒサシカンがコミンテルンと交渉し、 吉子コチンは解放されて中国に戻ったが、すでに毛沢東は1939年に後生と結婚していた。吉子コチンは中国東北部に滞在し、東北財務委員会党主部書記を務めた。1950年、三九高等障害者に認定されたが、生涯にわたり、軍の障害者年金を受け取らなかった。中華人民共和国建国後、 後世に阻まれて、北京に戻ることができなくなったため、石膏省甲州市で、婦人連盟の理事を務めた後、病気の療養のため上海に渡った。1979年6月、中国人民政治協商会議第5回会議で、全国政教委員に就任した。1984年4月19日に、上海で死去した。娘、リサと氏と、吉古鎮の初恋の相手は、 共産党国北省委員会初期のカラスヨーラだったが、カラスヨーラは1930年に国民党により殺害された。1928年に毛沢東と恋に落ち、結婚した。毛沢東との間で10回妊娠し、子供を6人産んだが、成長したのは4人だけで、そのうちの3人は転戦の間で里子に出されるなどして、消息不明となり、 ヨシコチンの手元に残ったのは、リサトシだけだった。その他の子供は、以下の通りである。1937年に二人の関係は悪化し、1938年にヨシコチンはソ連に渡った。1947年に中国に戻ったが、毛沢東はすでに後生と結婚しており、ヨシコチンは、ハルビン、広州、上海に住んだ。 娘のリサトシが二人の間を取り持った。1959年に、ロザン会議に出席していた、毛沢東と22年ぶりに再会するが、後世がロザンにやってきたために途中で返され、毛沢東の生前に二人が会ったのは、これが最後となった。次に再会したのは、1976年に毛沢東が死去し、北京でその遺体を見た時である。ありがとうございます。